動作不良で地上に上がれないって。もう何やってんのよ。ミサカか。行かないと。え、ちょっとタカ、あんたその格好どうしたのよ。まさかどっかの病院から抜け出して。行かないと。え、あいつら多分今も戦ってる。だから俺も行かないと。なんで言わないのよ。助けてほしいって、力を貸してほしいって。ううん、怖いとか不安だとか、そういうことを言いなさいよ。ミサカ、何言って。あんたが記憶喪失だってことぐらい私は知ってるわよ。あんたが何か大きなものを抱え込んでることは分かった。でもそれは全部あんたが一人で抱えなくちゃいけないことなの。こんなにボロボロになって記憶までなくして、それでもまだ一人で戦い続けなくちゃいけない理由って何なの。私だって戦える。私だってあんたの力になれる。だから言いなさい、今からどこへ行くのか、誰と戦おうとしてるのか。今度は私が戦う。私が安心させてみせる。ミサカ、とにかく行くわよ。あんた口で言っても聞かないんだから、ちゃんと病院に戻るまで見逃しとりなの。そうか、知っちまったのかお前。でも違うんだ。以前の自分なんて思い出せないけど、多分そういうことを言うために体を張ったんじゃないと思うんだ。覚えてない頃の俺が今の俺を動かしてる。残ってるんだ、ここじゃなくてここに。だから多分俺はここにいる。俺がやるべきことならきちんとわかる。悪いミサカ、お前はもう早く帰れ。結局変わんねえんだよ。もしも何かの歯車がずれて俺の記憶が失われなかったとしたって、俺のやるべきことは同じなんだ。上条トーマっていうのは記憶のあるなしくらいで揺らぐものじゃないんだよ。私は間違ったことは言ってない。こいつは今すぐに病院に戻らなくちゃいけない。それに私がこいつと一緒に戦場に行くっていう選択肢だって。でも多分今ここでこうして自分の足で立つことにこいつは特別な意味を見出してる。だってそんなの止めることなんてできない。ここで見送ることが正しいんだ。どうしよう、そんなの全然納得できない。そう。